証拠に地球人は全滅させてもミスター・サタンだけは殺してはいない。あのようにただの破壊獣に変わってしまってもその記憶だけは残っているのだ。ピッコロは私たちの多くが愛する数多くのユニークなアニメキャラクターの一つです。ピッコロはドラゴンボールシリーズの主要なサポートキャラクターの一人です。ピッコロの声はとても深く少し邪悪なトーンを持っています。ピッコロの声を務めるのはベテラン声優の古川俊夫さん。ベジータだ。あれを愛してくれ。ありがとう。古川俊夫は声優としてだけでなく1970年代から俳優として活躍。古川俊夫は1991年に同じく声優の柿沼志乃と結婚。インタビューやサイン会にもよく一緒に登場する。それではこれまでの俊夫の最も注目すべき声優キャラクターのいくつかを見てみましょう。ドラゴンボール、ピッコロ。俺たちは戦いで一気にお前たちの言うエネルギーを増幅して爆発させるんだ。道義すらなくしたお前が人の心配とはな。ケロロ軍曹、カゲゲ。我が影の技の記憶、解くと味わうがよい。アサシンスーパーマジック、影分身。機動戦士ガンダム、開始伝。お前なんだよ、俺が何したってんだよ。北斗の剣心。久しぶりだな、ユリアはもうお前のことなど忘れたとさ。あの時のお前の命と引き換えにな、お前はユリアのおかげで7つの傷だけで済んだ。機動警察パトレイバー、篠原ゆま。だってなんでレイバーが必要なんだよ。お前人をそういう目で見ちゃいけないよ。こりゃやべえんじゃないの。うるほしやつら、諸星あたる。そうだよ。申しません、ごめんなさい、申しません。ワンピース、フォートガス DS。 甘いものだな。えどこに行けばデザートが手に入る。よし、俺が取ってきてやる。ハンター X ハンターサトツ。しかし次からはいかなる理由でも私への攻撃は試験官への反逆行為とみなして即失格とします。いいですね。はい。鬼滅の刃ハンテング。急がねば。よっこのおかげで里が見つかった。けれどもあのお方はお怒りじゃ。はよはよ。銀河英雄伝説ポリビエポフラン。お前さん、せっかくいい顔に生まれついたのに資源を死亡してどうする。ヤンテイトクみたいにポケット座っていたら美女が向こうから近づいてくるなんて、そんなことを期待していたら大間違いだからな。進撃の巨人ウーリレース。もたらした迫害の歴史を考えれば君の恨みはもっともだ。だが私は今死ぬわけにはいかないんだ。どうか許してくれ。聖闘士聖夜冥王ハーデスエリシオン編、死を司る神タナトス。バカな、クロスが灰とかしたブロンズクロスがこのような形で蘇るとは。突如として蘇ったペガサスのクロスが。 AD ポリス、レオン・マクニコル。やめてて、当てはあるのか。ねえよ、これは俺たちの仕事じゃねえよ。捜査班に任せて。あ、いや、俺のミスであんなことに。とにかく謝って。ドラゴンボール、ブルー将軍。お前が世界一なら私は宇宙一の殺し屋だわ。やるわね。ならこれはどう。ドクタースランプ、空豆太郎。やったー、結構モテるじゃねえか俺。ひょっとしたらこの漫画の主役俺になるかもな。ほらほらほら、またたで俺に何か言おう。美少女戦士セーラームーンスーパー S、 ホークスアイ。ちょっと好みで選ばないで、仕事が優先。でもこの手のタイプは結構ガード硬いわよ。悪魔くん、メフィスト2世。
今日も一日お疲れ様、えっちゃん。生春巻きとナシゴレン、もちろんパクチーもりもりなの。ゲゲゲの鬼太郎ネズミ男。はっ、これは、いや金塊ってやつ重いですね。いいね、あなたの事務所を買いたいんですよ。所属アイドルからアーティストまで全て。ソウルイーターアシュラ、あなたこそ何です、そのふざけた面は。もう会うことがないでしょう。では師匠、失礼します。デッドアライブジャンディ、始めようか。 Get ready, fight! 下がって、お前を倒す。 Get ready, fight! 名探偵コナン、サンソンミサオ。一体何を。どうしたもこうしたもないよ。せっかく僕がボケてるんだから突っ込んでくれないと。私たちは古川敏夫の声、特に邪悪な声が大好きです。古川敏夫の見逃したキャラクターは他にもたくさんあります。それで私たちが見逃した敏夫のあなたのお気に入りのキャラクターについて下のコメントセクションで教えてください。彼は近年も精力的に活動しており、近い将来さらに多くのキャラクターの声を担当することになると思われます。いつもご宿泊いただきありがとうございます。皆さん、次のビデオでお会いしましょう。